はい、ではです。今回は、トレーニングにおける理想のペース帯の割合はということでお話をしていきます。今回ですね、トレーニングにおいて、ペース帯、いろいろペース帯ありますよね。皆さんトレーニングするときに、例えば結構、高強度ですね。高強度という、レースに近いようなペース帯の練習があったりとか、中強度。それがちょっとこう、落とした、ペース帯の練習があったりとか、低強度ですね。軽めの練習っていうのがあったりとか、様々なペース帯の練習を組まれると思います。で、今回の動画では、それぞれのペース帯っていうのは、どういう配分になっているのが、望ましいのかっていう、そういう話をしていこうというふうに思いますが、早速なんですけれども、今回こちらの図をですね、元に話をしていきます。映ってるかな？ちょっと確認させていただきますが、はい、映ってますね。こんな感じの図ですね。はい。で、今回ですね、このピーキングピラミッドという、この図を全体でピーキングピラミッドというふうに言います。で、このピーキングピラミッドっていうのは、要するにトレーニングを考える上で非常に重要なものです。で、トレーニングプログラム、特にこう練習計画ですよね。皆さん立てられていますでしょうか。人によってはもちろん練習計画っていうのを特に決めてなくて、結構その日の気分で走られる方っていうのも、市民ランナーの方だったらね、いらっしゃるかなと思うんですが、基本的に、いろんな趣旨でランニングされている方多いと思うんで、ファンランの方とか全然、なんていうんですかね、気分で走ったらいいかなと思うんですけど、タイムを狙っていく。で、それもこう戦略的にタイムを狙っていきたいっていうことであれば、やっぱりその練習計画っていうのは緻密に立てた方がいいんですね。で、その成功しやすい確率っていうところで、やっぱり練習計画ちゃんと立てた方が確率上がるんですよ。で、その計画を立てる上で、やっぱりその事前にどれぐらいのペース帯の練習をどれぐらい入れるのか。例えば1週間っていう単位の中で、これぐらいのペース帯はこれぐらい入れたい。これぐらいのペース帯はこれぐらい入れたいとか。あるいは1ヶ月っていう単位でそれをどれぐらいの割合にするのかとか、そういったところの考え方のお話を今日は触りの部分をね、お話ししたいなと思いますけど、まずですね、このピーキングピラミッドっていうのは、言うたらですね、レースに向けて最大の調子を作っていく上で、どういう配分でペース帯を配分していくのかっていうところの、一つのこう目安になるようなものですね。で、ここの中でいろいろパーセンテージが書いてますよね。で、このパーセンテージの中でもいろいろあって、で、最終的にはですよ、トレーニングの最終的な目的っていうのは、ここ 95% から 100% ですね。ちょっと見にくいかもしれない。アップしますね。95% から 100%。ここを、できるだけ、やっぱりこのトレーニングをできるだけ増やしたいんですよ。だから、ここのトレーニングっていうのが、やっぱりレースペースに非常に近い、レースペースのちょい下からレースペースのちょい上、ここの練習をやっぱり増やしていきたいんですね。これを特異的トレーニングというふうに言います。特殊に異なると書いて特異的っていうんですけど、で、この特異的トレーニングっていうのは最終的には増やす。これがトレーニングの、言うたらゴールなわけですね。で、ここを増やせると、やっぱりそのレースペースに対しても体しっかり適応できるし、でその中でもこう、102%、105% あたりのペース帯だったら、自己ベストをですね、102% から 105% ずつ毎年更新していけば、基本的に理論的にはですね、ずっと自己ベストってどんどん上に上がっていくんですよ。だからそれを達成したいってなった時に、この95から 105% あたりの練習を増やしたい。これが最終ゴールだということをまず理解してください。これがまず出発点です。で、ただ、ここの練習を増やそうと思った時に、絶対にやらないといけないこと、そしてこのピーキングピラミッドの大原則があるんですよ。この大原則っていうのは、ここの練習を増やそうと思ったら、この下の練習を増やさないといけないということなんですよ。だから特異的な練習、ここの 95% から 105% の練習の量をできるだけ増やしたいんですけど、そうするためには85から 95% の練習の量をやっぱりちゃんと増やしていかないと無理なんですね。で、もっと言うと、ここの練習を増やそうと思ったら、その下にある 80% から 85% の練習を増やさないといけないし、その下にある70から 80% の練習っていうのを増やしていかないといけないっていうことになっていくわけですね。なので、ここの原則っていうのをまず理解していただく必要があります。で、さらに、もうその下っていうのも下支えになっていくっていうところになるんですけれども、で、その上でですね、最終的に目指したいのはこの95から 105%、ここを目指したいって話なんですけど、ただ普段の練習の割合としては、じゃあどこぐらいの練習が、メインとなっていくべきなのかっていうことですよね。で、これは、時期によっても変わります。で、例えばですけれども、土台作りの時期ですね。土台作り、例えばレースからまだ2ヶ月以上離れている、2ヶ月か3ヶ月か、ぐらい離れている時期ですね。かなりレースまで時間があるという段階は、いわゆる土台作りの時期になります。だから基礎構築期です。そういう時期っていうのは、ここですね。まあ一応こう基礎ってところで点線で囲ってるんですけど、まあ大体レースペースの、まあ今回マラソンを一応基準に取ります。マラソン基準取ったら、レースペースの 70% から 85% までのこの2ブロック分ぐらいの、ここがやっぱりメインになってきたいんですね。まあ基礎構築技に関しては他の 5000m とかに関しても割と共通はするんですけど、まあ大体 70% から 85% ぐらいの練習をメインにしたいです。マラソンだったらここをメインにしたいです。で、5000m とかの基礎作りとかで考えるんだったら、もうちょっと下のこの 60% とか、この辺も対象になってくるかなとは思います。なんでかって言ったら、マラソンっていうのはレースペースがそもそも遅いんですね。なので、言ったら、その遅いレースペースからの 70% っていうのと、5000メートルみたいに、そもそものレースペースが速いと。速いペースからの 70% っていうんだったら、物理的速度が全然違う。で、そうなると体にかかる負荷っていうのも全然違うので、種目によってそれは変わるんですけれども、まあ一応今回マラソンをメインに話をするとしたら、基礎の時期、土台の時期っていうのは、やっぱりこの70から 85% の練習っていうのを、週の中で見ても、やっぱり一番多くしたいんですね。具体的に言ったら、まあ、例えば週7回あるうちの、まあそうですね、市民ランナーの方で、例えば週1回ランオフされる方っていう話でいくなら、まあ6回走るわけじゃないですか。で、6回のうちの、まあそうですね、5回か4回は、やっぱりここのペース帯の練習しておきたいですよね。まあできれば 80% 前後ぐらいでやりたいということになってきます。基礎の時期はやっぱりそういう感じです。その代わり、この辺の練習は入らないんですよ。基礎の時期っていうのは。だから、体のキャパシティっていうのは決まっているので、こういう練習を入れたらどっかでこの辺の練習を入れないと、その辻褄が甘くなるんですよね。キャパオーバーしちゃうんですよ。だから基礎の時期っていうのは、だいたい 80% 前後ぐらい、ここぐらい、前後ぐらいのところでの練習っていうのを週の中の全体に入れといて、まあ1日ぐらいは、まあちょっとこの辺の 60% ぐらいで、回復を図るというような感じが望ましくなります。で、もうちょっとレースが近づいてきて移行期と言われる段階になってくると、だいたいこの85から 95% ぐらいにトレーニングの、まあ、中心となるトレーニングを移行していくっていうイメージですね。全部のトレーニングを移行するんじゃなくて、まあ言ったら週ね、5回ぐらい走る中でも、その中でもメインとなるトレーニングっていうのはやっぱあるわけですよね。そのメインとなるトレーニングの質っていうのはやっぱり、ここあたりに上げていくというところになってくるんですね。で、そうじゃないトレーニングっていうのは、やっぱりリカバリーのトレーニングもあるし、で、まあ、言ったら基本となるのはやっぱり 80% 前後の練習になってくるということですね。で、そしてさらに、一気分けで時期が進んでいって、得意期の時期になってくると、メインとなるトレーニングはやっぱり95から 105% ぐらいにしたいと。で、特にマラソンとかになってくると、場合によって105から 110%、マラソンレースペースよりももうちょっと速いペースでの練習っていうのもやっぱり必要にはなってくると思います。はい。で、市民ランナーの方であれば結構レベル感様々なので、例えばですけれども、まあマラソンサブ4を目指すっていう方とかだったら、1キロ5分40秒というペースじゃないですか、レースペースが。そうなってくると物理的速度に関してはある程度ゆとりが出てくる話になるので、案外スピード練習になると、この辺110から 120% ぐらいでできてしまうって方も結構多いです。まあそういう方は、やっていただいてもいいのはいいんですが、あくまでもそのペースをどんどん上げていけばいくほどいいというわけではないと。それもですね、理解していただく必要があります。だから、例えばですけど、105% あたりで、結構余裕があるなということであれば、その余裕がある状態で、今1000メートルを、例えば5本しかやってないという場合であれば、その1000メートル5本のタイムをこっちにする、110% 以上にするっていうことではなくて、この 105% のまんまでいいから、1000メートル5本なのを8本にして10本にして12本にしてほしいんですね。っていうのが、まあ、フルマラソンっていうところで基準を取った時には、必要な考え方になります。だから、最終的に繰り返しになるんですけど、この95から 105%、ここの練習の量を増やすっていうのが大事なんですよ。だから、まあ、この 105% あたりで 1000m5 本できている、そして余裕があるってなったら、その5本のまま上に行くんじゃなくて、マラソンをやるんだったら、やっぱりこの 105% のままでいいから、その本数を増やしましょうというところが、あとはその休息を短くしましょうと。この2つがテーマになってくるということですね。はい。で、まあ、そういうことですね。ただ、もう一つ、その今回のテーマの一つである、その割合はどれぐらいがいいのかってことですよね。練習の割合として。で、割合でいくとですね、やっぱりここの練習ってそんなに増やせないんですよ。やっぱりやれて週1回2回になってきます。で、そうであれば、やっぱり、そのメインとなるペース帯ってやっぱりこの辺になってくると思うんですよね。レースペースの80から 85%。そんなに翌日に疲労を残すことなく、というか、そんなにっていうか全く疲労を残さず、いわゆる中強度ですね。コンスタントに実施できる週2回3回、とかやると思ったら週4回とかでも実施できますよみたいな、まあ見たら本当に極論言うと毎日でもやろうと思ったらやれるぐらいのコンスタントにできるぐらいのそこそこのペース帯っていうのがやっぱり練習のメインであるべきなんですよ。で、そう考えたときに、やっぱりメインとなるペース帯はここなんですね。80から 85%。この辺ぐらいが、トレーニングの、一番こう、ベースを占めてるっていう状態が、望ましいということを、ぜひですね、理解していただくといいかなというふうに思います。そして、皆さんのですね、その基礎体力を作る一番のベースとなるのもやっぱりこの辺なんですよ。なんでかっていうと、この辺の練習っていうのは疲労もそんなに溜め込まないし、あとそんなに別に走ってて主観的にきついわけでもないので、量を増やせるんですよ。やっぱりある程度練習量を増やしていくっていうところも一つのゴールになってきますので、そう考えた時に、そのペース帯の望ましい割合としては、やっぱりこの80から 85% とか、そうですね、80% 前後、この辺の練習っていうのを、どれだけ増やせるかっていうところが一つ、肝になってきますよというところも一つですね、押さえていただけるといいのではないかなというふうに思います。ということで、今回ですね、このピーキングピラミッドっていうところを用いてお話をさせていただきました。ちなみに、120% 以降っていうのもあるんですね。言ったらいわゆるマックスっていうのは、これは 100m の全力走だと思ってください。いわゆる短距離のマックスですね。短距離のマックスで走る力っていうのが、その走るという動作におけるその最大筋力なんですよ。ここいらないのかってことなんですけど、基本的にここを上げる努力っていうのは別にそんなにマラソンでは必要ないかなと思います。もちろん高ければ高いほど有利なんですけど、100m 速くなったからといって、マラソンが速くなるかって言ったら別にそういうわけでもないので、ただ、ここは維持するっていう意味では、その補強としてやるっていうのはいいと思います。例えば、メインの練習を邪魔しない程度に、補強的に、例えばこう坂ダッシュをちょっと入れるとか、短い 80m ぐらいのダッシュを10本ぐらい入れてみるとか、そういうのぐらいはいいと思います。やらなかったらやっぱり最大スピードってどんどん落ちていくので、落ちない程度に維持するっていうぐらいでやるのはいいと思います。ただ、ここをマックスの値を高めていくっていうところに、なんていうんですかね、こう、不振するというのはですね、あんまり、戦略としてはいいとは言えないかなと。マラソンやるんだったらという話ですね。800メートルとかやるんだったらまたちょっと話変わってくるんですけど、マラソンやるんだったらやっぱりちょっとそこは違うかなという感じはあります。はい。ということで、今回このピーキングピラミッドの中で、そのマラソン、トレーニングにおける、その理想のペース帯というところをお話をさせていただきました。ぜひ参考になりましたら幸いです。そして、このピーキングピラミッドというものにですね、用いて、さらに深くですね、その自分に合ったぴったりの練習計画を作るための、その、新しい新講義っていうのを、ちょっとこの週末で、販売をしております。で、こちらはですね、もともとトレーニングプログラムビルダーっていう、弊社で、ウェルビーイング代表の池上が、講義をしている、練習計画ですね。自分にぴったり合った練習計画を立てられるようになって、セルフコーチング、コーチいらずになるというところを目的としたものがあったんですけれども、それの大幅リニューアル版の講義というのは今回ですね、制作いたしました。で、こちらはこの週末で限定販売しておりますので、ぜひですね、練習計画、自分に合ったぴったりのですね、練習計画を立てて、もう無駄な努力、無駄っていうことはないんですけれども、とはいえ、効率よくですね、目標に向かってこう、一直線に進んでいくような、そんなエレガントな練習計画をですね、作れるようになりたいと思うような方はですね、ぜひ、こちら動画概要欄から講義の詳細をご確認ください。そして、もう一つご案内があります。現在ですね、私が書きました、電子書籍、マラソン半年間で2時間47分から2時間32分まで15分短縮したトレーニング振り返り解説集という電子書籍を1000円で販売しているんですが、メルマガ登録いただければこちらもですね、無料でプレゼントさせていただいております。ぜひご希望される方は動画概要欄からお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。現在メルマガ登録で電子書籍2時間47分から2時間32分までたった1シーズンで15分短縮した半年分のトレーニングと振り返り解説集、私の去年のメルマガ集でございます。トレーニング半年分の内容をですね全て公開している、そんな電子書籍となります。ぜひこの機会にお読みください。ついに声がだいぶ治りました。まだ若干、なんか自分の中ではこう枯れてるんですけれども、でもね、金沢マラソン先日走ってですね、金沢終わってから一日ランオフ挟んで、その次の日朝起きたらめっちゃしんどかったんですよ。まだ治ってへんぞ、これ、みたいな。どうしようとか思って、これ神戸までにね、なんとかし直したいですけれども、ね、治るんかな、いや、治るんかなじゃない、治すんですよ。はい。治るんかなとかじゃないんですね。治す。もうこの強固な意志が大事だと。金沢もね、もうその強固な意志だけで直しましたからね、絶対に直して走ったんでと。ただの金沢旅行にならへんぞという意志でね、行きましたからね。これ意志力っていうところなんですよね。はい。神戸も意志力で、絶対にサブ 2.5 やりますぜ。